運転が上手くなる方法なんてもう一回乗るしかないよな。そうですね、ですね、運転が、まあ、上手いの基準もちょっとよくわかんないけど。始まりました。今日もよろしくお願いします。今日はメリークリスマスクリスマスらしいよ今日。何やってんだろうクリスマス。仕事でしかない。まあでもクリスマスといったらやっぱプレゼントだ、うん、プレゼントね、毎年あるんじゃない。まあでもいい大人がこんなこと言うんですけどちなみに、もしもらえるとしたら、いくさんはタイヤ。タイヤタイヤ銘柄とかも指定しといた方がいただけるんじゃないですか。3号のサイズのタイヤ。タイヤ持ってくんの超大変だし、持って帰るの大変だよね。クリスマスか、だって25、あ、来月オートサロン、私いるからさ、お持ってきてくれてもいいよ。逆に持ち帰るのが辛くなっちゃいますからね。クリスマスに何の話しようか。そうですね、まあ今回ちゃんとネタあるんだよ、はい、誰も今持っていこうとしないで持ってこうかなって思ったんですけどねもう最近運転続きの話題にやってたしって、ね、クリスマスか。まあでもこれからイベント、車のイベントも一番多くなってきますし、うんうんうん、やっぱプロドライバーとかにも憧れる人は少なからずいるんで、うんうんうん、まあ車運転するゴリゴリに持っていきましたけど、どうしたらまあうまくできるかなみたいな。運転がうまくなる方法なんてもう一回乗るしかないよな。そうですね、ですね、運転が、まあ、上手いの基準もちょっとよくわかんない。難しいところではありますよねこの台なんか私も自分一人で運転してる時の運転と誰かを乗せてる時の運転全然違うと思う。タイミングが分かるからさ、運転してる人は、はい、ブレーキ踏むタイミングとか分かるから何とも思わないんだよね、うん、もう助手席乗ってるとそのタイミング分かんないから嫌な気持ちになったりとかするから、ちょっと丁寧になったりとかする。だから人を乗せて運転するのが一番効率が良さそうだな、はい、いいのクリスマス。もうちょっとクリスマスっぽいの出したけど、ね、メカドルはいないよ。あ、いないです。あ、私も急にそういう感じですか。メカドルは本当にいない。いるんなら実はってよく言われるけど本当にいない。なるほど。なぜなら、はい、好きな休み1日あるかないか。ここで急になんか忙しさがだし、なんかこの前結構打ち合わせ入ります、いつ空いてますかみたいな連絡来て、はい、夜9時以降空いてる日が2週間後とか、いや1時間の時間すらないの私って思って、はい、気にしてなかったけど急にそれで新しい打ち合わせ2時間時間作ってみたいな時に、夜9時以降だったら空いてるんですよ、はい、その時に彼氏できるはずないよね忙しすぎてそんなに耐えてくれる彼氏がいるのかね世の中にと思って。まあ私も専業主婦になるとしたらだよ、はい、私を養うだけじゃなく産後もついてくるからね名乗り出る人がいるかもしれないですよ。モテないよ産後買ってから余計本当惹かれることが増えた気がする、はい、今年のクリスマスはまず何個はい、メリクリ。今日はここまで、はい、みんな最後まで見てくれてありがとう。エンディング新しくなりましたどう、ね、そろそろね、中日 TV 7ヶ月ぐらいやってるから、これからどんどんねリニューアルする部分とかも出てくると思うので、これからもよろしくお願いします。それとチャンネル登録、いいね、コメントよろしくね。あとなんかさ、YouTube のどっかにさ、ベルみたいなマークあるの分かる？それを押すと通知が来るようになるんだって。ぜひそれもよろしくお願いします。